皆さんこんにちは。今回は、リップモンスターのカラーについてのトピをまとめました。気になるカラーが見つかるといいな。それでは早速どうぞ。私の唇にはリップモンスター合ってた。うるおオーが全然向けない。ピンクバナナとダークフィグがお気に入り。肉モンは3次ゲームの美水がマイベスト。今3本目に突入。夏にはラメ入りのモーブシャワーも可愛い。ずっと欲しかった3次ゲームの美水が買えた。ブルベの人におすすめって紹介されてて。 多分私は家出だけど、気にせず好きな色を使うんや。様、ライト様、の私は 3GM の帯水がめちゃくちゃしっくりした。ダークフィグ使ってるよ。私は結構気に入っている。ダークフィグ可愛いけど自分が塗ると顔色がくすんでしまった。似合う人羨ましい。私も、ダークフィグつけたら藤木みたいになる。家出張る。ダークフィグ買ったけど悪役みたいになった。 ダークフィグ塗ったら、魔女みたいな色になっちゃって、お姉ちゃんにあげたわ。私も、めちゃめちゃ顔色悪く見えて肌の黄身が余計に目立った。家ではダメなのね。ダークフィグ買ったけど思ったより暗い色だった。色見本あるけどサンプルで実物見れないから失敗した。ダークフィグって単純に暗い色じゃなくて、くすみで暗い色にしているから、ミューティットやくすみに耐性がある人が得意そう。 ダークフィグ持ってるけど、イエレアキの私が塗ると顔色悪すぎて失敗。かげろうと重ね塗りすると、ちょうどいい感じになる。イエレアキでかげろうもパンプキーマインもダークフィグも合わなかったけど、ネット限定の 5GAM がドンキシャでヘリロテしすぎてて今3本目くらい。パーソナルカラファースト夏セカンド冬です。AM2 次がしっくりきすぎてもう1本欲しい。絶妙な赤みで本当に好き。 ブルベ 2GM はぴったり、ラスボスも意外と馴染む、ブルベ冬にアウトされているラスボス、2GM、ルビー全部気に入ってるブルベ冬です。パンプキンワインかわいいですよ。イエレアキの私にはドンキシャです。最初にラスボス買ったんだけど、それは芝漬けみたいに発色しました。私はラスボスは青み全然出なくてくすんだしわかになる。肉もんはシェアーだから人によって発色が互えんだね。 かげろう買ったけどすごく良かった。家で春で顔的にくっきり発色の口紅が全く似合わないタイプだから、家で秋の私はかげろう使いやすい。家で春には物足りない色みなのかも。アウリップの見つけるの苦労してるんだけど、この色顔から浮かずに自然な感じに血色良くなる。かげろうは家で春に人気みたいだけど、個人的には、 発色良くなくて微妙だったな。お、エレハルブライトだけど、カゲロウは馴染みが良すぎて全然色味を感じなかったよ。ツヤツヤになった。程度、カゲロウ使ってる。濃い色が似合わない。ティントの唇が染まる感じが苦手な自分にとってはめっちゃいい。イ家でキでカゲロを持ってるけど、薄付きだし塗る意味ないくらい唇と同じ色だった。本当に馴染みすぎて私には物足りないくらいだったけど、ナチュラルを求めてるならおすすめかも。 カゲロウは発色強すぎて持て余してたリックと重ねると色味が柔らぐし持ちも良くなるので重宝してます。カゲロウはベージュすぎて色がついてるかついてないかよくわからなかった。自分は平たい顔族だからかな。家出の私はパンプキンワインがしっくりきすぎて今一本で使用中だけどもう一本買った。塗った後ティッシュオフしてマットにしてる。家出飽きだけど、パンプキンワインがめちゃくちゃしっくりくる。パーソナルカラーは典型的なブルベフでセカンドなしです。 近いのルビーは明るすぎず暗すぎないので、一番日常的に使いやすいです。家出の私は近いのルビーにパンプキンワインを重ねてます。今のところ最強の組み合わせ。家出焼きの唇の色しっかり目なんだけど、指定探索とパンプキンワインは大当たり。顔色がパッと明るくなる。近いのルビーが似合ったら冬確定な気がする。ブルベムキだろうと思ってた13番が家出春なのに意外にも透明感出た君よりのメイクに飽きた時に使う。 ピンクバナナ。今まで使ってきたリップの中で一番自分に色が合ってる感じがしてお気に入り。単品でもいいし。忍ばせイエローと一緒に使うと可愛い,いオレンジ色になるので。 暗いオレンジが似合わない人におすすめ。憧れの日光浴を買ったんだけど、想像より馴染む未完食で大正解だった。ちょっとだけくすみもあって鮮やかすぎないのが良かった。イエベ春だけど、自分的にはピンクバナナも馴染みすぎる。憧れの日光浴は本当に可愛い。憧れの日光浴最高です。とイえベで,です。ダークフィグ単体だと難しいけど、これに重ねるとイエレアキっぽくなるのでお気に入り。 私はすごく合ってる。憧れの日光浴と 3GM の微水を重ね付けすると淡いパステルピンクになって可愛い。初めてピンクバナナを見つけたから買ってみたけど色が若すぎた。30半ばの私にはダークフィフがちょうどいい。ピンクバナナは一番ナチュラルで誰でも似合う感じだしね。人気なのかな一番使うのはラスボス。なんとなくラスボス使ってると商品名の通り強い気持ちになる。ラスボス買ったけど恐ろしく顔映り悪い。誰かもらってほしいくらい。 家出には無理だった。ブルベナツならラスボスじゃないインスタとか YouTube でもブルベナツの人がラスボスを押してるイメージ。ブルベナツだけど欲望の塊は顔がパッと華やかになるから好き。でも普段使いにはちょっと華やかすぎるから、お出かけとかの予定がある時にしてる。家出春だけど、水晶玉のマダムが大好き。肌色もパッと明るくなる気がする。季節を問わず一年中使える典型的アカリック。ニュートラルなアカリックといえば、水晶玉のマダム。 これは本当にボルドーにも茶色にもチリーにも転ばない赤いだけの赤色。私もこれが一番好き。イエレ似合わかだよね。リップモンスターのイエローをベースに塗って他の色を乗せるとすごく馴染むよ失敗したリップやイエレに似合わない色でも合うようになるから難期にリップモンスターのイエローが個人的に一番使える。皆さんいかがでしたかこのチャンネルでは、今後も面白情報、有益情報をまとめていきます。みんなの意見もぜひコメントしてね。 チャンネル登録、高評価をお願いします。それではまた。